電波系霊能力ネットアイドル、クズリュウ村には人柱となった人々の怨念が渦巻き、足を踏み入れた者を呪うと言われています。本当にそんな村あるんですか？皆既日食の今日、村で特別なライブ配信をしたいと思いました。正体見たり、彼女は本物の霊能力者なんです。しかもかなり強い力を持った。生贄となって赤目様を封印している人間どもの霊界だ。邪魔すんじゃねえ。お前の力でさっさと封印を解きやがれ。いや、離して。来い。封印は解いた。あとは復活を待つだけだ。この地球に宇宙人が密かに暮らしていることはあまり知られていない。これはそんな星で出会った若者たちの奇跡の物語である。フォトンアーチにパワーアップ。輝きの力を手にキーホルダーを握って変身だ。ウルトラマンタイガーフォトンアース、デラックスウルトラマンタイガーフォトンアーチキーホルダー。新しいご主人と仲良くね。お元気で。あとコイン食べ過ぎちゃダメですよ。ゼットン、あなたも立派に。いた、痛い。怪獣を育ててバトル、ウルマト。
ご主人に絶対やらないでよ。さあ今すぐダウンロード。ウルトラマンタイガのブルーレイボックスが発売決定だ。これで俺たちトライスクワットやイージスの活躍もバッチリチェックできるな。ウルトラマンタイガブルーレイボックス絶対ゲットしてくれ。行くぜバディーゴー。暴れん坊ボール。怪獣の力を宿しメダル暴れん坊ボールネスセット。タイガも参戦。暴れ倒せ。富士ガシャポンウルトラマン暴れん坊ボールレアメダルをゲット。まさか村人が幽霊だったなんて。幽霊なんて可愛いもんじゃない。あれは悪霊。長い間人柱になっていた魂が悪霊になったわけか。そりゃ宇宙人と共謀して利用するわけだ。それにしてもまさか本物の霊能力者だったとはな。私の力はいつも不幸をもたらす。とにかくあいつを何とかする方法を探らねえとな。方法ね。ここにヒントがあるかもよ。これが生贄、人柱にされてるところか。この人が怪獣を封印したってこと？多分。ねえ、封印の方法はわからない？推測をするに。地球的エネルギー。おお、お嬢さんも私と同じ考えのようだ。どういうこと？別に。麗しきシャーマンは祠を媒介とし地球的エネルギーを引き出して奴を封印したのだろう。なるほど。聞こえないぞ。おいヒロユキ、耳を塞げ。この音はやばい。その音を聞いちゃダメだ。みんなも
違う、私のせいじゃ、私のせいじゃ。苦しみを糧にすると最高だね。私好みだ。ウルトラマンルーブの劇場版が家でも見られるらしいじゃないか。私とグルーブの戦いを見直すと、ブルーレイだけの特典映像もたくさんあるらしいぞ。ブルーレイ &DVD 好評発売中。ウルトラヒーローズエキスポ2019ニューイヤーフェスティバル in 東京ドームシティ、バトルステージが DVD 化。ニュージェネレーションヒーローズ集合、迫力のバトルがお家で何度も楽しめる。港克実、勇美、朝日の3兄弟も出演。兄弟の絆でオーブダークの野望を打ち砕け。ウルトラヒーローズエキスポ2019バトルステージ DVD 朝日が昇るとき、9月11日発売。ければお互いに打ち消し合って。大丈夫ですか？ね、何だったの？あの怪獣が耳には聞こえない音波を流してるみたい。やはりあいつだったか。知ってるの？噂程度だがな。やつはナイトファング、悪夢を見させてその苦しみを自らのエネルギーに変換するようだ。人の苦しみを。あ、え、あ、きっと人間の苦しみをパワーに変えてるんですよ。だから人口密集地に移動したってわけか。例えばこれが怪獣だったとして、今事務所に流している音波を直接この怪獣に向けたら打ち消せる？こんな風にして取り囲むようにして流すの。理論的にはバッチリ OK。 待って、ホモレ時間がない。この近隣の自治体にはあなたが直接データを届けて、行動時は常にインカムはオンにしておくこと。そこに音波を流しておくから。了解。でもあいつを封印しない限り適材適所だ。あいつの体内には今でもかすかに地球のパワーが眠っているはずだ。それをこのお嬢さんが引き出し、私たちの光の力と融合させれば勝機はある。なんか肩が重い気がするんだけど。あのさ、ずっと心のスイッチをオフにしてきた。私の力は誰かを傷つける。子供の頃からそうだった。特別な力なんて欲しくなかった。なのにこんな格好して霊能力者アイドルとして活動してる自分なんて大嫌い。でも特別な力を与えられたことには訳があるはずだよ。今ならその力で苦しんでる人たちを助けられるかも。私はみんなを不幸にする。何をしようとしてるのかは知らないけど、依頼人を危険な目に遭わせるわけにはいかない。無理言ってごめん。僕も誉先輩を手伝ってきます。近隣の自治体、学校、工場にデータの受け渡し完了。放送開始。承知のすけ。
丈夫だからな。さあ、逃げて。ありがとうございます。よし、作戦成功。タイガーを援護しろ。無理、もうレベルマックスだもん。こちらでは巨大怪獣と銀色の巨人の戦闘が始まったようです。連日の怪獣との戦いにより、人類の味方では噂される銀色の巨人は巨大怪獣の圧倒的な攻撃により苦戦を強いられている模様です。このままではさらなる被害の拡大も予想されますので、近隣地域の皆さんは直ちに避難してください。繰り返します。近隣地域の皆さんは直ちに避難してください。現場付近いいの？彼女の決意を止めたら女が廃るってもんよ。ウルトラマンタイガータイガースパークを起動。光の勇者タイガーキーホルダーを握って変身だ。ウルトラマンタイガーデラックスタイガースパークデラックスプレミアアイボ。ウルトラビークル、ウルトラヒーローたちがビークルにバンパーをぶつけてアタック変形。シニアモードでバトル開始だ。アタック変形ウルトラビークル。バディーゴー。 SH フィギュアーズニュージェネレーションヒーローズにウルトラマンタイガ参戦。つぶらえプロダクション徹底監修の造形、胸アーマーに軟質素材を採用、より自由なポージングを可能とした。劇中の印象を再現したカラーリングがさらなる臨場感を与える。 SH フィギュアーズウルトラマンタイガ、特別価格で2019年12月発売。ウルトラマンタロウの息子、その名はタイガ。誰だ？ゾイスクワット。俺はお前で、お前は俺だ。光の勇者タイガ、タイタス来るな。良き旅の終わり。ウルトラマンタイガ毎週土曜朝9時。何しに来た？
あれを引っ張り出せばいいわけか。あの悪魔の中に眠る地球のパワー、私が絶対に呼び起こしてみせる。なあ、ライブ配信してやろうか。必要ない。わかった。これが地球のパワー。すごい力を感じる。なんだこの光は。俺の光の力と共鳴している。地球のパワーと太陽のパワーが融合した。力がみなぎってくるぞ。よし、新たな力で悪魔を撃つ。カモン。アース、シャイン、輝きの力を手に。やるね。
いいね、センスあるぞ。さすが太郎の息子だ。新たな力、そのパワーに酔いしれろ。今のうちに。あなたの力がウルトラマンを助けたのね。私はやれることをやっただけですから。これからどうするの？今まで通りネットアイドルを続けるよ。迷惑なことはやめるけどね。まあ好きにすればいいさ。この力も否定しない。困ってる誰かがいて役に立てるなら迷わず使う。何？星の人？青い人？あとは牛？赤鬼かな。ひろゆきくんには大きな角がある守護霊がついてるね。きっと危険から守ってくれるよ。大きな角の守護霊？誰が赤鬼だ！まだ気づいてないかな。そう、光の中キラリ生まれた僕らの眼差しをつないで明日へ放つ物語。 Try our line どこまでも行こう。夕焼け染まる道の途中で指切りした約束失くしてしまう前に My dream of play 呼ぶ声がつる。世界は欠片のまま回り続ける。ああぶつかりながらまた見えない星を照らすよ。誉れの過去を知る女性、彼女にはある秘密があった。古の封印から解き放たれた水位怪獣マジャッパが放つ怪しい香りが俺たちをまた新たな事件に引き寄せる。次回ウルトラマンタイガ、それぞれの今。体がしびれる。